1月の全労連ビデオニュースをお伝えします。1月は全労連国民春闘協闘合同新春旗開き、24国民春闘闘争宣言行動、春闘総決起集会の3本をお送りします。最初のニュースです。1月10日全労連と国民春闘協闘委員会による旗開きが都内で行われました。ストライキなど構えた労働組合の戦いで大幅賃上げを実現する決意が語られました。また会場では冒頭、能登半島地震の犠牲者への黙祷が捧げられました。黙祷。黙祷の後、主催者の小畑全労連議長は春闘のスローガンを発表。いよいよ24国民春闘本格的にスタートいたします。24国民春闘のスローガン、戦う労働組合のバージョンアップ、低賃金物価高騰から生活守る大幅賃上げ底上げを、軍拡増税ではなく社会保障の拡充をとしました。希望を語り、共に戦う24国民春闘とすることをお呼びかけして、2024年の旗開きにあたってのご挨拶にさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年始まったインボイス制度に反対するフリーランスの会の小泉さんは、フリーランスは今1500万人いると言われています。そういったこう一人一人の皆さんが立ち上がることを鼓舞するような、勇気をつけてあげられるような運動でありたいと思っています。また全労協の渡辺議長は、求めているのは低賃金を強いられている社会の構造を根本から変えることなんです。そのためには1500円という数字は今すぐでなければなりません。このことを力強く言っていきたいというふうに思っております。ぜひ皆さんと一層強いスクラムを作って、本当に労働戦線が全体がもう一度大きな塊になるようにですね、私たち奮闘してまいります。皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。次のニュースです。1月12日、2024年春闘に向けた春闘宣言行動が行われました。厚生労働省前行動では、最低賃金を上げて賃金が上がる国にしようと主催者挨拶と行動提起がありました。政府が本気に賃上げをするというのであれば、大企業への要請ではなく自らの政策でできる最低賃金の引き上げ、公務員賃金の引き上げ、そうしたことを直接できることがあると思います。丸の内の東京会館前から経団連に向けてシュプレヒコールをしながら昼休みデモに取り組みました。軍事費削って被災地支援に回せ、日本政府は即時停戦を求めろ。経団連前では500人が集まって行動開始。小畑代表幹事が主催者挨拶をしました。この異常な物価高騰を乗り越えるために、私たちの要求は今すぐ全国一律1500円、賃上げ実現のための抜本的な中小企業支援と一体に1500円、今すぐ実現してください。大企業は内部留保、賃金と下請け単価に回せ。春闘闘争宣言を採択し、力強くシュプレヒコールを行いました。団結して戦うぞ、次のニュースです。1月31日、24春闘の総決起集会が東京・中野で行われました。700人が参加、24春闘に向けた決意表明が行われました。主催者の東京春闘協闘の矢吹代表は、交渉力を高め戦う労働組合にしていく決意を語りました。
戦ってこそ労働組合、組合員を結集させ、交渉力を高め、諦めずに妥協しない、戦う春闘にしなければなりません。また、国民春闘協闘の黒沢事務局長は、停滞している賃金水準の引き上げを訴えました。歴史的な賃上げをぜひ皆さんと勝ち取っていかなければ、私たちの生活が改善したという実感を作ることはできない。ここをこの日本春闘の目標にしていこう。そのことをまず皆さんに訴えたいというふうに思います。また各団体が取り組み強化に向けた決意表明を行いました。テラちゃんはいつもピッチピチして元気だね。肩さめ触るのやめてください。その言い方も人の体も触るの、それセクハラです。職場でのハラスメントを根絶させていきます。もちろん大幅賃上げ底上げ日本春闘頑張るぞ。ライドシェアの危険性をですね、コントで紹介をさせていただきます。普通免許で白ナンバーのライドシェアサービスです。あーあーいてて、うわー事故っちまった。ライドシェアなんか誰が使うか、二度と使わない。ライドシェアは危険です。解禁最初の署名よろしくお願いします。最後は国民春闘協闘の小畑代表幹事による団結頑張ろうで締めくくられました。団結して